お疲れジャスラです。今日はですね、こちら限界突破迫切り号やっていきます。ということで、まあ、限界突破ね、5種類目で登場したんですけど、迫撃砲、まあ、全体的に評価はねそんな高くないかな。てかまあ他が高すぎる。ロイジャイとかロケコが強すぎてやっぱ目立ってないね。てかそこに対してちょっと弱いっていう弱点があって、まあでもそれ以外の部分で見るとやっぱ防衛も強いし安定するし、まあ、悪くないなって感じですけど、まあ、ロイとロケコが強すぎるがゆえになんか弱くねっていう感じてます。はい、なんか使う必要あんのかなっていうね感じなんですけども、可能性はねあるカードかなと思うのでやっていきます。さあフラミスト、うまいプレイヤーっすね。海外トップですね。まあロケコの顔をしてるアイスピが出てきたな。さあマイティー、もうマイティーアイスピとか、まあ、マイティーゴブ系はね今ねホグにもドリルにも、まあ、枯渇にもこの迫撃にも高回転は必須当たり前に入ってきてるんで、さああんたっぽいでもよかったか、まあ、絶対っぽいのが良かったんですけど、まあ適当に耐えて、これ相手がホグのパターンあるんで、ホグだったらねホグを抑えるのに防衛迫撃必須になってくるんで、まあ攻め迫はあんましない感じになってくるかな。まあ迫撃で毎回耐えてクエイク削りされるけど、こっちはディガポエでまあちまちま削って頑張りたいプランですかね。まあ迫撃ね、その端前に置いた時にその相手のロケコでアホみたいに入っちゃうんですよね。限界トップしてると攻め迫撃こっち置いたらなんかロケコで700ぐらい俺が受けちゃったみたいなことがあるんで、それがまた難しいとこではある。いや相手のこのマイティエンメね、うまいね。これでもマイティないんでディガウッド、まあディガファイスでもいいか、ウッドでもよかったか。さあまあでもちょっとホグ用にコースト残さないといけないんで、さあクエク打たれる。まあこんな感じでホグは徹底して守っていきたいけど、キング起動できてないから一発入っちゃったな。これ緊急してたら入らないんでね。はい、さあちゅうわけで次限界突破きます。はい、これ恐ろしいんですよね。次のロケコね入れちゃうとねほんまに終わっちゃう入れないむずいかんな。これやばいよね、ほんまに。限界突破ロケコが来る、もう即処理です。近畿してないんでちょっと痛いけど頑張って耐えて、こっからちょっと、いや今攻めてもよかったか、いや焦らずね、焦らず行こう。さあで迫撃ボムとかね、おでかいでかい竹と、これしかもゴブリンもう一発、でかい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 、しかもダメージあるんで、いやしかもアイスとかいても殴るっていう、いやでかいでかいでかい、ちょっと強いじゃんいやーめっちゃいいウッド、でもゴブリン強い、よしよしよし、流れは来てる。でロケコ対策、いやめっちゃいい流れではある。緊急ができてねえな、痛えな。ウッドのタイミングちょっと渋いな。いやあれ逆いくならポイ打たなくていいね、緊急したいんだね。よし、いやマスケそれは働きすぎ、いやちょっと流れが変わった。まあ、いらない迫撃でしたねこれ、どう見ても。まあまあまあ緊急できたんで悪くない。俺のマックス字はもう限界突破ロケコなんで、そこだけちょっとね、ああやばい、それほんまにやばい、ほんまにやばい。いやーこれで追いつかれるんですよね。さあ、あの化け物だけどうにかして耐えれば全然ある。いやー一発ワンチャン、いやー綺麗にね攻めウッドまで行きたいね俺は。うわウッド来るよな、ちょっと待ったけど。さあいやロケコだけ、マジロケコだけっす。いや耐えて、いやこれさ、うおいゴブリン
ゴブリンよ、気合いのね。いやちょっとよかった、どうなんだ。いやでもロケットの一発重すぎて怖いよな。ビクビクしながら守るし置かないといけないしみたいな、まあ、ちょっと怖いけど、まあ、ロケコ警戒をね徹底しないといけない。本当に受けてしまったらね、それひっくり返すのマジむずいんで、白銀タワー届いたらほんま奇跡だと思っていい。まあ白銀がねさっきみたいにタワー届いてくれると、そのタワー飛んだゴブリンが絶対ね攻撃するんですよ、周りにユニットいても。そうだからそういった部分では限界突破迫撃も強いんですけどね、タワーに届かん、そしてマッチングせえへん、なんでやねん。まあ今シーズンね始まってすぐっていうのもあって、ちょっとね近くに人いないと多分この辺の人としかマッチングしないんで、こっちにします。はい、最多9000いけます、こっちのモードだと誰でも。なんでまあいつかね行った、だいぶ前だな、だいぶ前に行った最多トロを更新しようと思います。86ぐらいだったかな、その時。そうなので、まあみんな9000いけちゃうんでね、もう。あまりそのトロフィーの価値っていうのは、昔ほど高くはないですけど、こっちのモードだとね。まあ9000のちょっと圧は欲しいよね。ああ、LJ かな？ダックプリオリーとなると、LJ っぽいけど、バイスピでちょっかいかけて、ああ、これ届かんやつか、もしかしたら。届きそういねえな、あれ。ああ、ですよね。なんか今強化期間で、いやめっちゃ惜しい、なんかがレベル15になってるんですよね。ゴブリンか、ゴブリンとぽい14、あウッドも、ゴブリンとウッドが15になってくれてるんで、まあ、そこはありがたい。まあ自分のタワーレベルっていうのかな。これ逆サイリじゃ来たら詰むな、ミスったな。さあ相手レベル高っいや着衣どっか行った。いやダメージ通らないかな、一発。いやでかい。さあ多分 LJ だと思うんですよね。迫撃これ真ん中に置いた方がいいね。あ迫撃も多分強化期間かな。こうすると逆サイリジェイされても受けれるっていう。この位置のマスクやばい、もしかして。あよかった。でまあ樽あるんで来たらゴブリンかな。でウッドまでしてしばいていいね。でここでマイティからのディガーの方がいい気がした。気持ち程度のハイスピー構成、どうせ暇だしなこのハイスピー。いやーきついよ取るね。いやマスキー勝てんか、頑張って。後ろからこれゴブリン追加してあげればよかったな。さあ限界突破ハッキー来た。これでも圧着のサイクルなんでね、圧着にしばかれるのなんかかわいそうだよな、せっかく限界突破してんのにみたいな。あでもケツ出したんでこれはいって、まあポイウッドであれしばけるしね。あこれいらないんだ、このゴブリンがそう優秀なんで。いやこういうことっすよね、限界突破迫撃のいいとこ、ロケコとかボンバーとかをしばけるっていう。今みたいに、いやファイスピー弱え。さあちょっと無理すると LJ15 にボコボコにされそうでちょっと怖いんですけど、さあまあ無理せずめちゃめちゃちゃんと守る。よいしょ、さあ守ってライトニング打ってくる。いやレベル15お前 HP 高いんだよ、攻めたいね。ちょっと圧着いっててんだよね。いやでも入る、ここで LJ 来たら終わるけど、まあ、来なければ生きれる。ウッドまで行きたいこれ。さあで限界突破迫撃は多分防衛結構硬いと思うんですよ。さあ相手もライト削りに攻めちゃおう。ちょっと奥めにやって、樽来たら延命します、絶対に。そっちね。いやこれ出番ですよ、迫撃頑張れ、もっと頑張れ、もっと頑張って、なんか頑張れ。いやーなんとも言えんやんあでも今のでかい、あちくいしばいた、ライト当たんない位置に出会ってくれ。よし
さあ気づけばもうポイント圏内か。いやでもちょっといいんだよね。なんかこの限界突破劇のおかげで勝てる、まあ、場面もあると思うんですけど、まあ、そんなない中での最後のアチャクイ1人だとかボンバーへ攻撃するとか迫撃だけでねユニットしばけるのはありがて、まあ、マスケとかにも強いよね。まあでもそんぐらいかな。まあ頑張って褒めてそんぐらい、それ以外は褒める要素がないっていうね感じかな。まあ、ライトニング打たれて残ってたよね。そういうのがいい、普段よりも。わあもうこれちょっと嫌ですよね。まあ絶対召してあげて。いやマイティ最強すぎ。いやーこれ耐えたのでかいね。さあラバル5ディガーかな。まあマスケが最強と、てかマスケも15に上がってるわ。でかすぎる。まあ迫撃で攻めたい。マスケもいっぱい出したい。おおギャング、いやーなんかでもレベル14だから、あーこれレベル15マスケバカ強い、やってるわ隠したがり。別に俺もそんなたまたまこのカードが強化されてるだけだって。一応潜って、いやレベル15マスケさてはだいぶ強いな。ガゴワンパンやばいね。ラバとかするのも早かったしな。レベル15はねやっぱまだ大会とか普段のマルチもその何レベル14なわけですから慣れないっすよね。15の感覚がやだめ。あーやばいボスね、なんか相手やってんな。ラッキーラッキー、ガゴガゴね、これ陸いないね。まあこれぐらいは無視でもいいかも。まあバルーンの防衛がちょっとむずいよねこれ、こうなっちゃうとね。まあ、ディガーを絶対拾わないといけない。あーはいザップでね。あー偉いねそれ。まあ、ファイブを使ったらマスケのねこのサイクル早いからね俺。さあこれちょっとうざいんじゃない、陸ババ出すんかわざわざ。いやでもレベル14だとしばけそう。いやーこの迫撃、しかもこれ前に竹取るよ、ずっと殴って、よし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 。さあこの迫撃壊せない時はねやっぱちょっと強いね。しかも攻撃速度速いしゴブリン飛ばしてるしみたいなね。さあさあさあ、いや意外と最後のなんか1個ね折るのは楽でしたね。まあ馬場14なのがもろすぎたしマスケ15強いしみたいな、迫撃が強いのか分かんねえよな。たまたまちょっと活躍しただけ。まあ迫撃って感じだね。響かない、響いてくれない。あーこっちゃんだ。あでもアイスピちょっと弱すぎたんでアイスピにするわ。まあ、アイスピも別に届かないって考えたらそんな変わんねえかな。さあ普通の枯渇、これなんかもう迫撃置いたら勝ちみたいなないかな。ロケか、おー違う。さあディガ組み合わせて、うわー優秀すぎる。いやマスケ強すぎる。あ終わりの香りがしてる。さあこれがね限界突破してたらまた最高だったわけですけども、よいしょいけいけどんどんです。はいまあめちゃめちゃ弱いわけでもめちゃめちゃ強いわけでもない。まあ中の中の中の下ぐらいかな。まあマジで中の中の中の上でもいい、普通です。迫撃法は、うん、まあ下って言われてもまあわからんこともないし。あーめちゃくちゃいいギャンク。綺麗に。これさ、マイティたまたま入ってくんね。まあね。いやーでも強い。ギャングスケなんだな。
俺の相手。てかウォールブレイカーもいたもんね。なんかだいぶ特殊な。ずっと使わねえよ。にゃー強すぎるそれ。でも気づいた、この相手は施設がない。ってことはこれきついぞ。あー素晴らしい、ウォールブレイカー来そう。なんかそのゴブリンがさ足止めしてさ、なんか一生ディガーにタゲ取る、何この良くない噛み合い方。それ良くないよね。あー足目プリン強え。まあロケナイトに乗ったら全然こっからあるですね。あーロケナイトディガーあめっちゃうまいやん。いやこれロケないって考えたら今から勝てます。てかバレルミラーのやばいね。てか防白するわ一回。うわーこれ当てたかった。ディガーミラーね。ルイジェイ絶対止まらんやみたいなデッキしてる。これ ミラーバレルあります。いやー防白強いよ。大体のディガー拾えば俺の勝ちね。いや生きてんね、生きてんねこれ。マジあるんじゃない？うわい！相性はものすごい良さそう。まあでもね、今後ロケコ下方、ロイ下方とかされて、他の限界突破がね下方されて調整されてくると、まあ最強の値位置にね迫撃が来る可能性もまあゼロじゃない。うん、安定感とかで考えるとね、元が強いからこいつは。さあこれエレジャイだったらマジでごめんなさいの迫撃して、さあホグホグゴルナイ、ちょっと珍しいね。ホグファルチェのバルキリーがゴルナイになった、勝ち込みたかったんだね。いやーこれね4個遭遇怖いけど一旦ない。まあ来たら逆サイ来たら潜ればいいんで便利なね、マイティちゃんね。さあで3回に1回なんで次か。まあ1000回に1回の圧としてはねロケコの方が強すぎて、もうロケコでいいやんっていう。2回に1回ロイジャイ強いし、3回に1回迫撃あんま受けないんですよね。なんか3分間でほんと1回の感覚だと思ってるんで、なんかそう考えると、今2回、次でやっとっすね。やっぱなかなか受けないっすよね。あーババー、これ今ダークエリクサなかったよな。限界突破してなさそうな。さあ来た。いやマジこれなんか迫撃法じゃなくてゴブリンバレルが手札にあるよみたいな感じになっちゃうかな。わかんなくなっちまう。うん、いやー行く。ファルチェとかにもちょっと強そうですけどね、迫撃どうなんだろう。まあ行ってから考えるか。でファルチェの竹取りたい、あるよ。いやーゴブリンいいよ。わーめっちゃいいファルチェ取るね。ゴルナイもそこで足止めして、はい、進化空気でした。まあやばい、もうなんか迫撃というかババの方が絶対強いやんこれ。ちょっと怖いよ、だいぶ襲われるよ。おさあ美味しい釣れる、マイティアイスピー壊れ、ギャング来る、ウッドでかます。
いや、まあ、まあ多分こんなもんよ、白撃は。今回ね。白撃使ってる人はさ、やっぱロケコとかロイがさ、アホみたいに強かったから、うわ、俺の使ってるカード強化されたラッキーって絶対思ったと思うんすよね。そう。けどこれはね、悲しい気持ちになっちゃう。なんで俺の使ってるカードはぶっ壊れになってくれんのっていう、その現実がね。あー、いやー、硬いのよね、これが。アルチ来る？いや、これリガ竹取れ惜しい。いや、けどこれ、あー、釜で貫かれる。いや、でもゴブリンがなんかね、やっぱ毎回こうチクの一発あるからね、まあ、悪くはないんですけどね。もしかしたらめちゃくちゃいいのかもしれない、めちゃくちゃいいのかもしれないんですけど、めちゃくちゃいいようにやっぱ思えないんだよな。他が強すぎてね。さあ、読み打ってくる。来た、ドリーム。これね、もう俺の負け筋。まあディガポイド終わりっすね。さあ、ナイス。まあデフォ迫撃でも十分ね、十分ですよ。デフォで進化すな。まあ今はね、ちょっと環境が悪いだけですね、こいつはね。はい、猫かぶってます。まあ今は隠れてるって感じです。さあ26かな。ロイもロケコも加工されたらお前の時代だと思いたい。入る？いやー、それ入るん強すぎ。しかもアイゴレのクイック、なんでや。いや、ゴブリン地味強。いや、地味じゃねえな、マジで強えな。まあ間違いなくね、ゴブリンとかが限界突破した方が強えんだよ、迫撃より。うわー、めっちゃ高回転なホグクイックだ。まあクイックなんでもマスク最強っすね。さあ、相手はアイゴレホグしとけばいい、いいのよね。さあ固めて、いやー、あー、寝てるよ、ウッドが。あー、やめて。まあ、これ限界トップしてたらね、本当に本当にやばいんですけど、まあ、限界トップしてるとこれのなんぼ、今2回で400ぐらいですけど、2回で1500ぐらい入っちゃう。1500もいくかいかないか、笑えないからね。限界突破野郎はやばいね。悩んで出した、どっか行ったわ。あ、これやばいな、この位置やばい。これタワーにも入らない、さすがにね。いや、でも限界突破頑張れ。うわ、ってか待って、いや、でもちったならでかい。しかもこれ迫撃入る、頑張れ頑張れ。うわー、全然入らんやっけ。ちょっと待って、おかしい、そのおかしいんですよ、ダメージ量の差が。まあでもこれは勝てそう、正直。うん、正直今からね、このマスケを無限に、いや、迫撃今の一発出してよ。まあ、デフォだと仕方ないか。まあ、負け筋なんだろうね、ロケコ。どう考えてもロケコ。でも突破されない、普通は。さあ、一生マスケですね。一旦守るサイクルでいい気がする。余裕できたら攻めるくらい。いや、これ次ぐらい来るかな、あの化け物。いや、そう、あいつだけ良くない、あいつだけはね、ほんとしばかないといけない、ほんまに。いや、タワー届いてないから、ギリギリギリ許せるかどうかも。いや、許せ。あー、マジで、は、どういう判定や。ほんとに切れそう。迫撃お前ももっとやれや。お、やばいって、待って、何だれ入ったんっていうぐらいダメージ入ってる。
あ、いやめっちゃいい。いや白撃を、お前さて弱いか。あーグッドゲーム、キモすぎー。耐えれる。ロケホ強すぎだろ。